こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日も編み物ラジオを撮っていきたいと思います。今日は8月28日日曜日の編み物ラジオです。今日もちょっと編み物に関することを言ってみたり、関係しないこと、なんかすっごい真面目なことも言いたいし、ちょっとアホなことも言いたいので、え、人っていろんな幅があると思うので、 アホになって聞いていただけたら寒くないと思うし <laughs>、真面目になって聞いていただけたら嬉しいです。えっ、ー、と、今日編んでいるのは、稲妻ソックスです。こことここが同じ青になっちゃってちょっと大変ですが、まあ楽しんで編んでおります。おそらく金曜日の動画に上がっていることと思います。ちょっとずれていていますが、 それもまたあこっちを先に取ったのねなんて思いながら <laughs> 見ていただけると嬉しいですえっ、ー、とこの間キッチンを磨き磨きしていましたらなんとキッチンにカタツムリがいましたなんかまん丸いやつじゃなくてなんかちょっとこう斜めになってて半透明で思いっきりあの角 かな目かなを出してゆっくり進んでて「いやそこ磨きたいとこなんですけど」って思っておそらく畑で採れた野菜についてきたのかいやもしくはそこら中開けてるんですよ <laughs> あの暑いので。で鍵とかも閉めないのでえー、もし登ってきたんだったらけなげだなと思うしなんだか綺麗な形のカタツムリだったので。 えとここにいたら多分見つかった人に謝められると思ってですねそっとえどうやって取ればいいかよく分かんないけどカラオうを取ってえっ、ー、と外の水がいっぱいなんだろうつゆとかがのってる葉っぱにのせておきましたカタツムリって何食べるかよく分からないけど昔買ったことがあって確かあの キュウリを食べさせたらキュウリ色のうんち。えー、ニンジンを食べさせたらニンジン色のうんちをするんですよね。かわいいですよね。クリオネとかみたいにさ、なんか、何食べたかわかっちゃう。透けてるから、みたいな。<laughs> こっちはかわいらしかったんですけど、もう一個はただの恐怖事件です。あの、怖い方は、ちょっと1分くらい先送りしてください。早送りしてください。右側、画面の右側、タタタタタタって6回押すと、 1> 1分早送ていきますスマホの方はえっ、ー、となんと父親のポッケにハサミムシが入っていましたハサミムシというのは何でしょう <laughs> えー、青森県だったらハサミムシって言ったら何かわかると思うんですけどえー、クワガタです キャーってなりました。うわーってなりました。<laughs> なんか父親は近所のちっちゃい男の子が、に、このハサミ虫を取ってあげようと。えー、街灯が LED になったため、カタツムリじゃないや、カブトムシとか、<laughs> クワガタが取れなくなってきてるから、山で見つけたら取って、で、入れるのがなかったんでしょうね。ポッケに入れたんでしょう。でも、 帰ってきたら父親が、あれ忘れてきたわって言って、な、何をってハサミ虫置いてきたこったとかって言ってたら、ちゃんとポッケに入ってて、まだ入ったまんまで、うわーってなりました。もう恐怖事件。なんかこう、ちっちゃい頃はちゃんと持ってたんですけど、なんかこう、いやいやするんですよ、あの、 ちゃんとこう腹腹筋筋使って,ギュッて腹筋じゃないかあれ、<laughs> なんだろう、お腹の方にギュッてするしなんかハサミムシってカブトムシより怖いじゃないですかこうあの挟むとこあるからなのですごい怖かったです <laughs> ポッケにハサミムシキッチンにカタつむりさああなたならどっちが耐えられる <laughs> 昨日、編み物ラジオじゃないや、風民ラジオで、風の民さん、えっ、ー、と、私の大好きなミニマリストの風の民さんのラジオで、えっ、ー、と、生活を楽しむみたいなテーマで話されていて、まさに今ね、引きこもっていなくてはならなくて、えー、まあ、生活が一番のエンターテインメントになりつつあるんですね。家中磨くだの。今日はどこを綺麗にしてやろうか、みたいな。デーモン小暮さんみたいな。<laughs> 汚ねえとこはねえかーっていうあのなまはげのようにね探してね綺麗にするのがね楽しみなんですけどでそんな感じでミニマリストになってやることが減ってきたら生活自体を楽しんで楽しめたらストレスが減るからえっ、ー、と無駄にドカ食いしたりえー、か買い物買い物欲でこう。 満たしたりとかいうことがストレス減りますよ、みたいな。ああ、納得っていう話とともに、ちょっと励まされた一言があったので、紹介したいと思います。えっ、ー、と、たくさんやることはうまくなる。これがね、靴下編みに通じるなって思います。私たちはたくさん裏編みをしたり、表編みをしたり、それこそ何足も編んで、で、最初は下手だったっけど、 だんだん上手くなる。で、やればやるほど上手くなるから、どっちかっていうともう得意になっちゃってますよね。なので、どんなに下手なスタートでもいいんですよね。何回も飽きずにやれたら、まあそれも楽しんで、そしたらどんどん上手くなる。ので、ぜひ、靴下をどんどん編んでみましょう。彼女は、 あんまり掃除が得意ではなかったんだそうですですもたくさんやることで多くやれるってことはあなんだろう毎日掃除しなきゃいけないですよねまあ、でもそれってやってることやると多くやればやるほどうまくなるチャンスだなと思ってやっていたらすごく上手になったと吐き掃除や拭き掃除が今は好きだそうですいや拭き掃除結構大変なんですよねなんだろう 腰を丸めてさ、こう、ぬ濡らしたので拭いたらこの乾いたので拭きたいし、今の時期ちょっとムシムシしてるので、ちょっと拭き掃除までできるようになるかしらね。まあ、私は風の民さんほど人ができていないので、できる分だけやってみようと思っています。そうそうそう。 えっと、奇跡が起きたというのを2つ話してみたいと思います。えー、5年生の時だったかな、小学校。宿泊学習って言って、どっかに泊まりがけで、こうね、違う小学校、うちちっちゃい小学校だったから、えー、みんなこう集まって、何個かの学校を合同で宿泊学習に行ってですね、えっ、ー、と、 釣りをしてたんですよ、海で。で、生まれて初めての釣りで、で、海だからそんなに釣れないんですよね。釣り堀だったら釣れると思うんですけど、で船で出たんじゃなくて、なんか、うん、うん、防波堤じゃなくてなんだっけ、防波堤か。で、からこう、釣り糸を垂らして釣るので、で、全然誰も釣れなくて、確か30人くらいはいたと思うんですけど、 一子一人誰も釣れなくって、最終的に釣れたのはたった一人の女の子だったんですけど、で、もちろん私は釣れなくて、しかも釣れないのにじっとしてるのとか、なんかルアーフィッシングみたいに動かすのでもなかったし、じっとしてるのすごい嫌だったんですね。<laughs> だから、あの、何回も餌をつけてみたり、こう、一回出して、こう、後ろからビューンって、こう、遠くに投げてみようとして、そうしたら、 なんか「いでてててって言って「えっ!」と思ってそしたら自分ののの担任の先生を釣っってしまったのでしまたた。で <laughs> いやー、えっと、あの先生ねいっつも黒いジャージを着ててですね男の先生で今考えるとちょっとミニマリストだったのかそれとも武将だったのかなんか今考えるとちょっと不潔っぽい感じもするし <laughs> いつも黒いジャージの先生で。 でその人の貴重なジャージを私は釣ってしまってでなんだ釣り針のさここに返しっていうか抜けないようにしてるやつありますよねなので結局釣り針の何糸の方をカチンって切ってこうするしかなくってちょっとジャージに穴が開くっていう毛羽立つっていう <laughs> すごいおかしいですよねな,なんで魚釣らないです担任の先生を釣るんだって 言われました。いやー、あれはね、笑いの神様がいたとしたら、私がお笑い芸人だったら最高に嬉しいんですけど、当時は何だろう。なんて不運なんだ。なんて不器用というか。だってさ、一人だけ連れた子、アイドルみたいに可愛い子だったんですよね。<laughs> 渡辺美奈代みたいな。<laughs> 懐かしい。なんだろう、この、生まれながらの運の差はで。<laughs> 呪いましたね今,今考えるとこうやって笑い話できるからいいけど。はい。奇跡、起きた奇跡、1個目でした。わかりましたかじゃあどういうタイプの奇跡の話をしているか。で2個目は、えっ、ー、と、高校生の時です。えー、テニス部で、男子テニス部と女子テニス部が同じテニス、なんだろう、試合会場なことってめったにないんですよね。でも 珍しく同じ会場で同じ宿えー、と晩ご飯んを食べている時にこれね女子だけだったら別にそれで良かったんですけど男子の先輩しかもかっこいい先輩とかもいたのになんか起きた奇跡だったからすごい嫌だったんですけど <laughs> えとご飯食べている時にに こう、椅子に座って食べてたんですけど、なんかこう、椅子の足に、足をこう絡めて、こう、ちょっとこう開いたり閉じたりこうしながら食べてたんでしょうね。そしたら急に、その足でこう開いた瞬間に椅子の足が取れて、スパーンって取れて、椅子ぶっ壊したっていう <laughs>。壊したんじゃない、ぶっ壊したんですよ。で、その、バタンって倒れて、あ、壊したみたいな。え、これ壊れんのみたいな。いや、 そっと一つの足は元に戻しておきましたが、えっ、ー、と、旅館の方には申し訳なかったと同時に、何が恥ずかしいってみんなに、うわ、こいつ壊した、みたいな、体重重いんじゃないかとか、<laughs> なんだろう、うじっとしてられないし、あの、おしとやかじゃない、みたいなのが、もう一気にみんなに広まるエピソードになってしまったこと、しかも高校生という、 ちゃんとキャピキャピしてた時代だったのにすっごい恥ずかしい思いをしましたスパンパンって倒れるっていうねいやーこんなのに奇跡を使いたくなかったな違うのに使いたかったですね皆さんは今思い出しても恥ずかしいような奇跡ありますか <laughs> こんな話をしてね、想像して編み物したり家事をしたりして、ちょっとプッと笑っていただけたらなと思って話しております。いや、これ以上の奇跡はもう二度と起こらなくていいので、<laughs> これが最後だと思ってください。あ、そう、最近掃除機、さっきもね、ちょっとね、掃除機をかけてきて今編み物ラジオを撮っているのですが、掃除機のかけ方を 結構人生の半分以上ずっと間違ったまま生きてきたことに気がついて衝撃的だったんですけど <laughs>。えっと、掃除機もせっかちだから掃除機もバーって早くかけるんですよね。早くかけたら早く全部の面が終わるしねそ、違うことをできるじゃないですか。でずっと思ってたら掃除機ってなんかゆっり ゆっっくりかけないと吸わさってないいとさてゴミがだそうですえ、これ多分常識なのかもしれないんですけど何かテレビかテレビだな多分テレビでなんかゆっくりかけた方がいっぱいすんですよみたいなのを言ってたと思うんですねだからこれこれが本当正しいかどうかわかんないんですけどいや私はザーって終わってましたじゃなくってだからそれを見てからゆっくり こ,うお同じとこ行ったり来たりり来これくらいのスピードでかけれるようにあの糸巻き機もすっごい速いですよね。で遅く回してるつもりでも速,くな速いしだんだん速くなってってるみたいなんですけどなんからそらく掃除機もだんだん速くなってるとは思うんですけどあの端っこでスパンってシュッってなるじゃないですか掃除機。あれ気持ちいいですよね。であの ふすまとか、あの、引き戸の角っこに必ずほこりがこう溜まってくるのが、その、スパンってシュッってなるので、吸わさったら気持ちがいいですよね。で、時々めんどくさいけど、先を T、T の字じゃなくて、なんか、先が細いやつに変えて、そこら中のものを吸ってみたり、最近のお気に入りは、まあ、T 字のまんま、 壁を吸うことですね。壁にもなんかホコリがついてたり、えー、最近はアブの死骸とかがついて、カーテンにさっきついてて、うわ、アブを叩いた、生えたたきで叩いたつもりが、ここにいたのか、みたいな感じで。あれあ、これ、こっちはいいか。そう。なので、そんな風に掃除機をかけていますが、ゆっくりかけるというのを、 最近まで知らずにいてびっくりしました多分そういうせっかちがゆえの間違いとか勘違いとかいっぱいあるんだと思いますもしかしたら編み物もなんかもしねなんかうん怪しいなと思ったらツッコミを入れていただけると嬉しいですそして掃除機のかけ方私も間違っていたという方がいらっしゃったらお仲間ということで コメントいただけたら嬉しいです。いや、実は早くかけても同じなんだよ、なんていうのもあったら教えてください。えっ、ー、と、な、んな、半年ぐらい前かな。編み物ラジオで自動の掃除機を買ったと。でもね、すぐ壊れたんですよ、3ヶ月ぐらいで。で、私はもう一生掃除機かけないぞ、とかって思ったんですけど。いやー、なんか、高いの買わないと持たないんでしょうね、きっとね。そしてね、 階段とかかけれないし、隅っことかには入れないので、なので、やっぱり、キ田の、えっと、コードレス掃除機。これ多分3代目くらい。おまんにいた時も買ったような気がする。なので、これが一番のおすすめです。今のところ。そのまんま車に持ってって車の掃除機もかけれるので。ああ、最近、車に掃除機かけてないので、しなくっちゃな。 この間の編み物ラジオで田舎のいいところみたいなので旬のものが食べられると言ったと思うんですが最近の私のお気に入りを2つ紹介します。えー、プラムです。スモモっていうのかなあれスモモとプラム違うのかなそれの木がうちにはあってですね。で、それが結構大きくなって青くなってるんですね。で、最終的には赤くなるんですけど私は青いうちに まんまで水を吸ってパンパンになってるうちに食べるのが好きです。で、えっ、ー、と、甘くなってきたら冷やして食べるのがいいんですが、母は、えー、とつそのまんま、常温のまんま、酸っぱいまんま食べるのが好きです。なので、最近の3時のおやつは、えー、キッチンに置いてあるプラムを1つ食べること。 食べるとね、ピッキピキ、ピッ、なんて言うんだろう。<laughs> 結構固いんですよ。で、酸っぱいんですよ。最高ですよ。そして、みょうがですね。イエーイ。えっ、ー、と、うちは畑の、うんと、水が流れてるところに、バラみたいの敷いてみょうがを植えてるので、毎年取ることができます。でも、今年はみょうがもかぼちゃも、なんかちっちゃいらしく、 ちっちゃいのですがでもねみょうががないなんて夏じゃないそうめんにみょうがの刻んだのを入れたりオクラを入れたりしなきゃいや <laughs> って思うしあと塩塩で漬けたみょうがとかも食べるのすごい幸せです今だけの幸せですで冷凍してたりとかもするんですけどうんまあおいしくないですもんね今のうちが旬ということで 食べれる分食べたいと思います私時々じゃあ編み物ラジオで今これを食べていますみたいな話をしておこうと思います日本だからこそ田舎だからこそ味わえる四季の折りおりの美味しい食べ物ですでふっと思い出したんですよね3時のおやつは一回に行くとあるキッチンにあるって いう,のでうちの友達がお店屋さんの娘で遊びに行くとお店から自分のお店からポテチを一袋こう持ってきて食べようって言って食べてたんですねそれがすっごい羨ましくっていやー私ポテチって言ったら土曜日か日曜日に親の買い物に食料の買い出しに付きあった時に手に入れれたり、まあ、駄菓子屋さんに歩いて自分のお小遣いで買いに行くでも 100円単位だったと思うからポテチって1 7何,何円ですよね。うんなのでちっちゃいタイプのやつしか買ったことないしえっ、ー、とおっきいのは1人で1袋食べたことがないんですね。で姉もいたしでその子はまあ年の離れた弟が後でできるんですが 小学生の頃はほとんど一人っ子みたいなもんでえー、じゃあこの子何毎日学校から帰ってきたら家のポテチを取って一袋一人で食べれるのなんて幸せなんだって思ったんですが今の自分のプラムも同じくらい幸せなことでありどっちかっていうとプラムの方が体にいいですよねなんかねポテチって世界で一番太る食べ物だそうなのでもう最近ね 出かけて、か、うん、出かけた時にわざわざそのポテチを買おうという気にもならなかった。結構最近ぐらいまで、えっ、ー、と、出かけたら袋のスナックを買っていいっていうルールにしてたんですよ。1個だけ。で、それをその日は食べてもいいってしてたんですけど、結構年と、とってるのに。<laughs> でも、最近は、 ジャンクなものを食べないでいたら、いや、ポテチよりもプラムでしょって思えるようになってきたので、えー、ポテチが買えないくらい田舎に住んでいてよかったなと思います。お店屋さんの娘じゃなくてよかったなと思います。<laughs> この間、先生のお取り寄せっていう、えっ、ー、と、 向井治さんと北村幸也さんでしたね。なんとか幸也って言っちゃったえ。さんのドラマを見ていて、最終回を迎えました。で、ちょっとネタバレになっちゃうけど、最終回はなんと、青森県の食べ物でした。向井治さんが津軽出身という設定で、津軽弁を時々言うんですよ。さしねえとか、本事ね、本事なしだ。本事なし。本事なしは、うん。 アホって意味です。<laughs> おバカ、おバカめーみたいな。刺し根はうるさいです。で、なんか、多分、津軽の人じゃないから、ちょっと発音が <laughs>、違和感があって、面白いなっていうのもあるんですけど、え、南部人の私でさえ違和感があるのですから、津軽人が見たら、はぁってなると思うんですけど、まあ、えっ、ー、と、そんなにね、 NHK とかの番組とかドラマだったらあの何でしょう方言指導の方がいると思うんですけどいたわけじゃないと思うのでまたそれもいいんですけどなんだっけせんべい汁でしたせんべい汁鍋せんべいをおつゆせんべいっていうね味のないちょっと大きいせんべいを入れて小麦粉のやつだからちょっとアルデンテって言って、うん、スパゲッティのあのねちょうどいい もう溶けてしまわないくらいのにして、なんだっけ、ひないどりだって言ってましたね。いや、ひないどりはね、秋田なので、ちょっと高級すぎるかな。だしにするには。うちは鶏肉の時もあるけど、大抵、サバの水煮缶です。水糖みたいに。そうするとすっごく楽です。で、それと合わせて、 シードルというえっ、ー、とりんごのお酒をやっていてあの飲まれていて下戸の役なんですけどでも美味しいって言っててでそのシードルを作ったのが田村田村なんとかっていうとこでえっ、ー、とシードルっていうのはりんごのお酒です日課さんとかからも出てるんだけど私それだったら飲めたと思うんですよね最後の最後ぐらいまで。 とっても飲みやすいスパークリングワインみたいな感じででなんか、えー、ワインですごく有名なプロの人とリンゴを育てるプロの人がタッグを組んでできた最高級の、えー、とリンゴのシードルお酒ができてでそれが世界1位の賞を取ったみたいなのを美味しそうに飲まれてるんですが。 でもその二人は一位を取ろうと思って作ったわけじゃないと思うんだよねっていう話をしててそう作ってみたかったんだよ作ってみたくてでプロとプロが出会って作るのは楽しかったでできたらすっごい美味しかったそれを周りの人が評価してくれてたまたま世界一になっただけで世界一になろうとしてなかったんじゃないかっていうのがなんか 靴下編みに通じるよ。何でも靴下編みにつなげてすみません。ような気がして。オパールケイトと、なんだ、アディとシークニットさんで、素晴らしいのが融合して、で、私が頑張って編んで、それが楽しくって、で、素晴らしい靴下になってたらいいよなみたいな。うん。だから、まあ、 うまい靴下編もうとかっていうよりも編んでるのが楽しいから編んでるんですもんね。そのうちうまくなってたなぁなんていうオチになったら <laughs> いいなと思いました。せんべい汁とシードル、リンゴのお酒。あのドラマね気をつけてください。見るとお取り寄せしたくなるので。でも逆に今は そのお取り寄せする、ね、危なくそのホームページを何回も開きそうになったんですがそうじゃなくってそれをすごく評価本当にあるお取り寄せのものをねおいしそうに食べているお二人を見るのが幸せってで自分も食べた気になってみようかなと思いましたこの間「酒のつまみになる話」っていう番組でプロレスラーの棚橋さんが大食いの人と一緒に食事をしたいとあと。 youtube で見るるのにハマっているとなんかすごい自分は食事制限してるからそんなに食べられないし食べた気持ちになれるのですごい幸せだって言ってましたね <laughs> そんな気持ちで私もいろんな系統で編んでると思いますがいただいたものなんですがねでうん編んだ気になっていただけたら嬉しいしまたお面白い靴下編んでるなとかそれも なんか一緒にデザインしたつもりで、見ていただけると嬉しいと思います。にしろやと、にしろ、あ。そろそろ。交換ですね。この間、緑のランダム靴下。を編んだのですが、なんと十四種類も。いっぱいで。えっ、ー、と。オーダーを。 の靴下を受け取った方が着画を送ってくださいました。こんな風に編み物ラジオでは時々着画を紹介させていただきたいなと思っています。もしオーダーでえっ、ー、と受け取って着画見せるの？オッケーよ。という方がいらっしゃったら、私ね。自分の足をね。うまく取れなくって、めったに着画を取れないので。 しかもね、オーダーの靴下その方が履かれるべきだと思うし、なので、よかったら送っていただけたら、こんな風にお見せすることができるので、こればっかりは自分ではできないことなので、もしよかったらご協力いただけたらなと思います。えー、っと、その緑のランダム靴下は、緑色、いろんな緑色を集めたのですが、 ちょっと器具があってですね、ちょっと気にしてたことがあって、アフリカっていう緑の毛糸を入れたのですが、それだったかな何箇所かね、ピンクが入っててで、ピンクが入ってると、まあ、差し色にもなるけど、差し色ってことは、その、なんだろう。 ピンクの方が目立っちゃう時ってありませんなので、ああ、どうしよう、緑のランダムって言ったのに、ピンクが目立つわってなってたらどうしようかな、自分で合わせたくせにね。まあそんな器具があったのですが、なんか客観的に履いてらっしゃる写真をこう見てみた時に、ああ、ちゃんと緑だってわかるからよかったなって、あと竹の感じ どれくらいで、こう、靴からちらっと見えるのかなっていうのとかも、えっと、あったので、心配してたので、見せてくださってとっても嬉しかったです。では、その着画をどうぞ。 緑のランダム靴下、いかがだったでしょうかまずね、足首細っとかっ <laughs> あのダイレクトメールで、メッセージか、でしてしまったのですが、どこ見てるんかいって思うんですけど、<laughs> 羨ましい。なんかこう、立った状態でこううまく写真撮るの、いや、もともとの足が細いかどうかの方は重要ですよね。そうすればどう撮ったって細く見えますもんね。 まあまあまあ。ここからはちょっとアホなお話です。アホになって聞いていただけたら嬉しいです。えっ、ー、と、編みん数え歌。段数を数えるときに歌で数えてはいかがかなと思い、数え歌を考えてみました。<laughs> えっと、最近ね、吐き口を10段にして伸びる吐き口をするっていうのがなんかマイブームで。で 10段って決めたんだったら、あの、こっから、こう、段数マーカーを取りに行くのが面倒だったので、えー、頭で、まあ、見て数えてもいいんですけど、一切何もせずに、な手を動かさずに、こう、数えれる方法はないだろうか。数えてる段数を、1、2って数えてもいいんですけど、それを忘れてしまう、2だったっけ ?3 だったっけみたいな。 それの区別をつけるために歌を歌ってはいかがかと思いましてやっているややり始めたことがありますちょっとうん皆さんもあこれ違う歌がいいなとかなんかこうあったらそんな風に聞いていただけたらなと思いますでコツは短い歌であること曲調が違うことですね そうすると、あさっきあの歌歌ったから、今はこの歌だな。そしたら、もう10段になりました、みたいな感じで。では、いきたいと思います。1段目。えっ、ー、と、1が入っている歌です。えー、世界が一つになるまでずっと。 と手をつないでいようこれは『天才テレビくん』のクリスタル・チルドレンっていう子たちの歌なんですがうちのおっ子が好きでかわいいなって思ったのでこれにしました。うんもしくはねなんだっけ。世界に一つだけの花でもいいいと思いますじゃあこれ一段目ねじゃあこれ二段目みたいな感じで。 えー、2, 段2段目は「お兄ちゃんとお風呂に入ったらおもちゃを全部取られるからだっ」だけもう適当「だからだから僕今日はお風呂に入んないです」なんかこう編むのもこう調子が出る気しませんで1段編み終える前に歌い終わるのじゃないと。 ダメなんですよねでお兄ちゃんの「に」が「に」って意味だしお風呂の「ふ」が「に」みたいな感じですもんねあれ合ってるっけうんうんなのでこの歌にしました昔ねお風呂あんまりねめんどくさくて好きじゃなかったので <laughs> この歌をチョイスしました <laughs> よしじゃあここがちょうどいいので3段目は 三ですはい終わり <laughs> 3で始まるしねなんか三って思いつく残れしかなかったんですよねなんか NHK 教育テレビかなんかのやつだったような気がします三三三爽やか三組ねもう三段目って覚えてるでしょね残りもう一回歌ってもいいしこう黙って 歌ってもいいし、あ、黙って編んでもいいし、あ、もう三の歌を歌ったから次は四の歌だよな、四段目だよなみたいな感じで一段編みます。少々お持ちくださいね。ま端っこに行ったら歌います。糸をクロスして輪針にして。 えっと、四段目は、シーしーがー、見つめてシーしーがールです。浅香結さんの。この間何かで、その話になりましたよね。CC シシガールって、CC シシガールズとかって私思い出せなくて言っちゃったんですけど。 なんかそんな歌ありましたよね。そこの歌詞しか思い出せないんですけど、4で始まる歌がなかったので、なんか4様のじゃらららんでもいいなと思ったんですけど、<laughs> 冬のそなたか、じゃららんしか思い出せない。<laughs> おかしい。でも、浅香ゆいさんの CC カールでした。じゃあ次ね。はい、5段目は、これもね、歌詞怪しいんだよね。GO GO GO レッツゴーリングに、稲妻走り。はい。キンマンの歌です。<laughs> しかも、稲妻ソックス編んでるし。という。で、この歌歌ったよな、と。CC があるじゃなくて、もうゴーゴー、レッツゴーみたいなの歌ったから、あ、次は6だよな、みたいな感じで。なんだろう。かわいい歌の次に。えっ、ー、と、こんな。 しい歌というか男らしい歌っていう感じで曲調を変えていくとあ,あさっき歌ったっていうのが覚えてていいと思いますでは次は6ですね6段目はろくなもんじゃねーですえっと長渕剛さんですねえそこしか思い出せないんですけど「ろくなもんじゃねえ」っていう歌だったと思うんですよね6って言ったらもうこれしか浮かばなかったので。 で、しかもさっきと曲調似てるじゃないかって思うんですけど、まあ、皆さんもお好きにアレンジして、もっとね、しっとりしたとか、可愛らしい曲とか、いっぱい集めていただけたら、私もそれを真似して、ちゃんとおしとやかな、可愛らしい女性として、編み戻したいと思います。ここの欄があれ、長いね。じゃあ復習しますよ。あとで、 スクリーンショットできるようにメモをお見せします。アホだよね。<laughs> そんなのを書いていることがちょっと恥ずかしい。えっと、1、世界が一つになるまで。2は、お兄ちゃんとお風呂に入ったらです。3は、3、3、3、爽やか3組。4が、し、しがるです。で、5が5、5、5 レッツゴーリングに。なんか多分ここ歌詞違う。で、6が、6なもんじゃねーです。では、この後、7ですね。7は、なんだっけ。ナナ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 ナ 何を聞かされてんだって思ってる人、えっと、ちょっと飛ばしていただけたらなと思います、おかしい。私も何を歌ってるんだろうなって思ってきた。えっと、これはね、日曜プレミア公開の時だと思うので、みんなちょっと盛り上がってくれるんじゃないかなと思っています。頼みましたよ、皆さん。えっと、これはボブ・マーリーのレゲエの曲だったと思います。もしくは、なー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 ー なんか感想的なところのあれですよ肩を組んで横に7777だと思ってもう7はねもう決まってた分かりやすかったそして次88はちょっと待ってくださいね「ぶんぶんぶん8が飛ぶ」。 お池の周りにお花が咲いたよブンブンブン蜂が飛ぶです蜂だからです <laughs> すごいわかりやすいですよねちょっとラリルレロを入れて歌えるんですけどちょっとだけ披露しますブルンブルンブルンハラチリガラトロブルンオロイリケレノロワラリリのオロハラガララサレリリタラヨロブルンブルンブルンハラチリガラトロブルンほらちょうど尺があった <laughs> おかしいこの「ラレルレロ」で入れて歌えるようになるとなんかあの何でも入れれるようになるので一回ちょっと練習してみてください。<laughs> <rat own> <laughs> 舌の動きが良くなるかもしれません、Q、ですね、Q、は <laughs> <se> <Muchas> 僕あれ君は誰クエスチョンクエスチョン僕おばキューです。Q <laughs> ほんとこれしか浮かばなかったんですけどなんかキュッキュッととかでもいいんですけど短ってなるのでおばキューそんな歌詞でしたね。君は誰僕おばキューっていう。こ <laughs> の歌知らないような人にはちょっと恐ろしい。 編み物ラジオになっているかもしれませんね <laughs> え。えっと次は10ですね。おお10までたどり着きましたね。よく聞いてくださいました。よくね。早送りあ外しちゃった。早送りせずに聞いてくれました。えっ、ー、と。10はしっとりと。 大きい山に日は落ちて星は空を散りばめぬだっけです。ああこれで縦段終わったっていう感じがするじゃないですか。ということで「阿弥陀数え歌」。 こちらをよかったらスクリーンショットください。<laughs> ち,ょちょっとおかしい。いろんなのが映ってるけど、カシャというおふざけの話もしつつ、最近気がついた姿勢についての反省をしたいと思います。まだまだ編み物ラジオ続くのでお楽しみに。えーと 最近ね、歯磨きとか何かのものを飲むときに、いつも左手を腰に添えている自分に気がついて、あ、また添えてる。なんだろう。本当は左手を添えてしまったら、うんそれが癖になったら、今度はえ歯磨きをするときに左手で歯を磨いて右手を腰に手を当てるようにして、 姿勢が歪まないように <laughs> 私ねいつもこのソファーの左側に座って編んでるんですよこの撮影中もなので左側にうん膝折って4日か,かって編む時もあってああこれじゃ体歪むよな右にも4日か,かんないとないや4日か,かんなきゃいいんですけど <laughs> なので、うん、右に,に座って編んだりしなきゃなとは思っていますあと え、これは、ちょっと悲しい事実なのですが、洗面所とか、食器洗いの時とかに、いつもお腹を乗せていたなっていう <laughs>。皆さんその癖ありませんかお腹出てる出てないにかかわらず、腹筋を使わないで、お腹をピッと引っ込めないで、酔っかかって、お腹をこう、が、なんだろう、引っかかっちゃってるなぁ。 っって思って思やめようと結構洗面所に向かう時間とか一日何回もありますよねそのたんびにお腹をちゃんとへっこめて当たらないぞとして腹筋を鍛えようかなとそしていつの日にかえ力を入れなくてももう当たらないわっていうお腹になっていただけたらな <laughs> 自分のお腹に <laughs> って思いました。 姿勢についての反省二つでした。こちらも二つです。えっ、ー、と、服を二種類に減らしました。前仕事をしていた頃は三種類にしてたんですね。なんですが、で、洗った、うんと、服を袋に入れて、うん 一回着たやつも分別しないで洗ってそこにもう乾燥もかけてそこにボンって入れるだけっていう袋が二つあったんですけど押入れに二つ入れるよりは毛糸を入れた方がいいわっていうことで一個減らせるんじゃない夏だしということで二つにしました一個はスカートで一個はショートパンツに中にこうなんだ寒い日はヒートテックの <laughs> ヒートテックかい短パンあ、短パンじゃないやなんだっけヒートテックの ハッチみたいな、下に履くやつを履く。で、上は、紺の T シャツ。もう毎回それにして、どこかに出かけなきゃなんない時には、さすがにショートパンツはちょっと見苦しいので、スカートの方で行く。お出かけ用のワンピースとかは一応あるから、でもワンピースを日常使いするのはちょっとと思ったので。二パターンにしたらね、楽なこと。着てるか、選択してるかのどっちかです。で、 いや、日に2回シャワーを浴びたい時があるんですよね。そういう時はもう1個の着てもいいし、もうそれでそのまま寝,寝ることも可能だし、あと、なんだっけ、この間、ワンピース、あっぱっぱだ、あっぱっぱって,って <laughs> 大きい T シャツワンピースみたいなのをガバとかぶって寝るっていうのもあって、それも時々着ますが、でも普段の服は2パターンって決めたらすごく楽になりました。そしてもう1個、 えと歯磨き粉をやめていています。なんか歯医者さんの人に聞いたんですが実は歯磨き粉って意味ないんだよとまあ口の中をさっぱりさせたい時にはいいんだけど、まあ、研磨してることにもなるしあ結ばさってるまあでもこれこのままあむしかないか多分ほどき方を間違ったのでしょうね裏裏にくるように。 こうしてこう表に行っても、次に編むときにこっちに来るように編んでみようと思います。おお、編み物ラジオの途中にそれこそ奇跡が起ききた。まあ、結んだのは多分私なんですからね。<laughs> そう。それで何の話してましたっけ？あ、歯磨き粉そう。歯磨き粉があると泡立ちとか、そのすっきりした感じで歯磨きの時間が減ったりすると。 それもも良くないといとうのもあってあと今使ってるやつが姉がなんか試供品でもらってきた変な味のであんまり得意じゃなかったんですねでもともとすっごい少なく米粒2個ぐらい分ぐらいしかつけないで磨くっていうのをやっていてだんだん減らしてたんですので美味しくないからもうつけるのやめてみようかな朝とかね朝とか何も食べてないのに歯磨く。 じゃな,いですかなんだろう置き抜けの口の中をさっぱりしたいから。でそれの時とかはもうほとんど歯磨き粉なしでもいけてたのでおこの勢いであこの勢いでやってみようと思ってやったら昼も夜もなんだ歯磨き粉なしで全然大丈夫ですその代わりにすごくさっぱりにしたいからいろんな歯ブラシでちゃんと磨く。で 今トウモロコシとかも食べてるから毎回全部挟まるんですよね。なので歯間ブラシとあとやっぱりえフロスが一番ですね。すっごい取れますね。フロスと歯間ブラシとワンタフト歯磨きみたいなのと普通の歯ブラシでえっ、ー、と磨いてちゃんとキュッキュッキュッってなるようにしてってなったら歯磨きの時間は多分長くなったんですよね。 で、ちゃんと鏡を見て磨くようになりました。まあ、いつまで続くか、もしかしたらね、加齢臭とかさ、なんかこう、臭いよって <laughs> 言われたら、ちゃんと、まあ、歯磨き粉ないわけではないので、母が使ってるのがあるので、それを使ったりしようかなと思っています。ちょっとずつ物を減らしているという話でした。あと、最近、 愚おしょ大きいに愚かと書いて大愚ってもんかなの一問一答というなんかこうお話にはまっていまして、えー、ちょっと感銘を受けた言葉を2つほど紹介します、えー、他人のしたことしなかったことではなく自分のしたことしなかったことを見なさいというのでこれねあっ で気がついたらねもう一切ストレスなくなりましたねなんかうんでいつもこうイラっとするのは誰かの言動だったりとかしますよねでもそこじゃなくてそれに対して自分がどう思ってなでも怒らなかったよとかそっちを見た方がいいなって気がついてで今日この靴下を編み終わった編み物ラジオを撮った。 掃除機をちゃんとかけた。<laughs> で、かけたこと、ちょっと悪いことをしなかったとか <laughs>、しなかったことを見る方が大事。人のことじゃなくて。だって人のことは、あれした、あれしなかったって言ったって何にも始まらないから、すごく気が楽になりました。そして、 結構そうすると暇になるんですよね。自分の思考がね。じゃあ何をするかっていうと、本文です。自分の本文は何か。何をすべきなのか。私はソックニッターなので、靴下を編めばいいのです。それ、ただそれだけに集中すればいいので。な、で、それにこう邪魔する、なんかあれもやんなきゃな、これもやんなきゃな、じゃなくって、それをするためにどうやってこう、そんな時間を省くか、服を減らし。<laughs> 健康になるためにこう過ごし、全部を崩したのために過ごすみたいな、トップアスリートみたいな考えだけはね、意識だけは高くね。なんかそっちの本文に集中すると人生楽しくなる。というのがいいなって思いました。で、この間、忍者猫さんのヨガソックス、忍びソックスというのを レシピを見て初めて編んだんですよね。で、なんだろう、こう、どう編むかを言葉で書いてるのを見て編んだっていうのも楽しかったんです。どう出来上がるかなっていうのも楽しかったし、まあ編み図みたいなのもあって、その記号を見て編むっていうのもできたし、で、写真見て、ああ、こんな感じなんだなっていうのも楽しかったし、あ、ちゃんと同じになったと、あの、 かまゆりちんさんの写真と同じように編めたよとか <laughs>、忍者猫さんのやってるのと一緒になったよ、ちゃんと親指取ったよ、みたいなのも嬉しかったし、で、あの、あるコメントで私は書いた通りにしか編めないというのがあって、私は書いた通りに編めないんです。<laughs> なので、書いた通りじゃなくてなんか、 こっちの方が楽なんじゃないかとかできないことが必ずあってそれを避けて通ったりしてたんですが忍者猫さんのは簡単で雨めてでここはこうなんじゃないか例えばどんな風につなげるかとかっていうのは自分なりの工夫でやっていいんだっていうなんだろう大雑把な感じやっぱレシピってそうあるべきだと思うしでも逆にどうしたらいいのの人にもこう答えれるような技量もあった方がいいなと思うし っていうのもすごく勉強になってで私がやってるのはそのレシピを作る部分というよりもその工夫こうかかとの脇に穴が開きそうだったらこうすればいいしまん丸にしたかったらこうすればいいんじゃないかっていうのを発信してるのが私でで彼女はレシピを作る人なんだなーっていうのも気づきがあったしそれのために彼女は何回も編むねで ちょっと違うなって思ってもう一回編まなきゃならないじゃないですか。それってすごい面倒なことですよね。それをね、乗り越えれる辛暴力というか。十足編んだって言ったっけかなそれがね、すごいなって思いました。いや、靴下編みっていうのは、それの繰り返しだとは思うんですけど、私はちょっとだけの工夫を何回も繰り返してるだけで、なんか、同じ一つにそんな風になんか、 継ぎ込んだことがなくて、まあ、私はレシ,ピ向きに向いレシピを作るのには向いてないなっていうのには気づけたなっていうのと私のすべきことはその工夫の部分かなというのに気がつきましたそしてねこうやっぱこう書かれた通りに編むというのもできるようになったら嬉しいなと思うしまあ私の性格上になのか もう少し技量が上がってくればできるのかなと思います編み物ラジオの日はコメントが 皆さんね、こう喋、いろんなこと喋りすぎるのがあれなんだけど、いろんな話題について、こう答えてくださって、コメントもね、いや、ぜひ読んでいただきたい。皆さんの一人一人の人生が書いてあります。なんかこう、私もここでね、思ったこと、思ってないこと、もいらないこと、いること。<laughs> え、コメントを、あ、違うか、人生を語らせていただいております。で、皆さんもそうやってコメントで人生を語っていただき、ここはね、編み物をする場でもありつつ、人生を語る場でもあるんだなって思います。いや、コメントを打つのってすごくね、時間がかかると思いますが、えっ、ー、と、残していただいて、皆さんの人生もここに一生ね、 YouTube だから残るじゃないですか。残させていただきたいなと思っています。いつも頭が下がる思いで、でコメントの開始とかが遅い時には、あ、編んでるんだなって <laughs>、編み物に集中してやっちゃってるんだな。あの人そっくり言っただしなー。<laughs> YouTuber っていうよりそっくり言っただからなって <laughs>、ちょっと待っていただけたら嬉しいです。皆さんの人生も一緒に読んでみてください。 おすすめしますそして最後にこれは大雨の警報が出ている日に撮っているのですが、えー、全国のニュースとかにも「えー、青森県大雨みたいなので、えー、こここんな風に大変なんだ」って青森弁で喋ってる映像が流れて、えー、と結構皆さん心配してくださって大丈夫ですかってコメントやインスタグラムの えっと、ダイレクトメールを、あ、ダイレクトメッセージか、をくださって、心配してくださってどうもありがとうございます。でも、えっ、ー、と、大丈夫です <laughs> で。今言ったって遅いのはわかるんですけど、で、私が青森というのを話しているだけで、青森のニュースが出たら、私を、が浮かんで、そうやって、 コメントやメッセージをくださったということがすごく嬉しいというかニュースを見て私を思い出してくれたのは <laughs> 皆さんのお気遣いと優しさがすごく嬉しいですえっと例えばこの方は何県出身だっていうのを私は全部は覚えていられないのでなんか大変申し訳ないなというのとお気遣い嬉しい 心配してくださってありがとうございます。でも、私は結構強い、生き抜いています。<laughs> 強い人間だと思います。おそらく、まだ雨が続いてて、実は雨と雨の合間に、雨が途切れたから今ね、撮影できていて、おっと、なんだろう、う戦場なんとかいだっけ。で、うん、雲が厚くって、 また雲が集まってきて、また降るんだと思います。で、大雨だと、もう声が聞き取れないくらいの大きさで、多分編み物ラジオが撮れないんですね。で、えっ、ー、と、かといって、すごい晴れると、セミがビーって言わないくので、まあ、セミか大雨かの合間に今奇跡的に撮れております。で、また降ってきて、で、あんまり何回も続くと、 山の近くなので土砂崩れが心配ですよね。で、川は遠いというかちっちゃいからおそらく大丈夫なんですが、で、海も私は遠いので大丈夫なんですが、えー、で、何かあったら避難所に避難すると思うし、でもそれはよっぽどのことだから、今のところ避難勧告も出ていないし、で、避難所に避難したら多分この編み物を持って行って、えっ、ー、と、 みんんななととワワイワイガヤガヤヤ喋りながら一晩過ごすと思うんですよね、えー、と東日本大震災の時もおばと編み物好きなねおばがねうちに泊まりに来てその時はねガスとかが止まったんじゃなかったかなそのお家がで。うちはガスがあってあと反射式のストーブがあるので寒くないのでうちにおばが2人来てそんな風に過ごしたり。 それなりにこう生きていける、生き抜くと思うので、で、よっぽど大変だったら、大変だって言いますね。<laughs> 大変だって言われても、どう、何にもね、ネット上の付き合いだからどうしようもないかもしれない。けれども、しんどかったらしんどいってちゃんと言います。なので、何も言わなかったら、あ、どうせ、 そっくに言ったまゆみさんは、大雨でも楽しんで編んでいるでしょうね、と思って、心配せずにいてほしいというか、まあ心配してもいいんです。心配してもいいし、しなくてもいいし、うん、でも、何が言いたいかっていうと、前にちらっとコメントで、私の編み物ラジオでプラスの気持ちにさせてくれると。 ポジティブで色とかそういうんじゃなくてでも私もこの編み物ラジオを撮るときにはぐじぐじしてる自分をパーンって捨てて明るい自分で撮っているのですねでそれはなぜかっていうとプラスをみんなに送りたいからそれでもっと幸せに編み物に没頭してほしいっていうちょっとこうちょっと良くなったらいいなっていうのがあって 全然語る必要ななんかないのに語ってるのはそのせいなのでこれを取っているおかげで私はこうプラスになれた部分もあってとても感謝しているのでどうぞ皆さん心配せずにプラスでいていただけたらなって思いますちょっと状況は違うけどボクダンさんえっ、ー、とウクライナの YouTuber のボクダンさんが戦争が始まってしまった時に最初に 心配しないで、例えば猫の動画とかを見て、なんかこう、いろんなニュース見て、ああ、大丈夫かな、ウクライナ大丈夫かなって思うよりも、猫の動画でも見て、癒されてくださいって言ったのと、ちょっと似てる心境で言うなれば、心配するより、楽しく編んでいてください。大丈夫、私は大丈夫なので、まあ、 あ心配してくれてもいいんですよ。<laughs> お好きなように。でも、なんだろうね。それよりも、私が望んでいることおこがましいかな。とっても喜ぶことは、靴下を編んで、今日も、穏やかに、幸せに過ごしてくれることの方が、とっても嬉しいので、たとえ、地震があっても、大火事があっても、 構図があっても心配せず靴下を編んで「今日も幸せでした」と「何だっけ笑顔の拡散」って <laughs> みんなが「今日も一日幸せでありますように」ってコメントくださるように私もそう思っていますので心配しなくても大丈夫っていう話を <laughs> 通じたかなしてみました。 でもねこの「編み物ラジオ」を全員聞いているわけでもないしまあ人によってね考え方はいろいろあると思うのでもちろん心配メールをしてくださってもいいのですでも私の思いはこうしてほしいなっていう気持ちがあるんだよっていうのだけ伝わったらいいなと思ってちょっと今日は思っていることも言ってみたり弥みん数え歌みたいにアホみたいなことを言ってみたりして編み物ラジオを終えたいと思います。 今日も最後までご覧くださりどうもありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう